ゾイドジェネレーションズ。ゾイドジェネレーションズマイナスは2005年4月から2006年9月まで電撃ホビーマガジン市場で連載されたライトノベル作品である。大まかな世界観は同時期に放送されていたアニメゾイドジェネシスと共通するが設定は大きく異なり直接的なつながりはない。主人公緑と主役機ライガー・ブルーソーガはいくつかのゲームなどで客演を果たしており、ゾイドインフィニティ X ネオではボイス付きで登場している。遠い未来か、遥かな過去か、ゾイドによる長き戦乱が続いていた惑星、Ziは、互いと戦うことができぬほどに文明が疲弊、滅びていったが、人の営みはとどまらず、長い時を経て、小さな共同体を作りたくましく生きる術を見つけるまでに回復していた。中都国の片隅に位置する、陰りの村に住む少女、緑は、青いライガーゼロ、ライガーブルーソーガと共に野山を駆ける日々を過ごしていた。村を訪れた、人遊撃隊とひょんなことから知り合った彼女は、旅に憧れて、半ば強引に彼らと同行する。しかし遊撃隊の使命は各地を脅かす、謎のゾイドバイオゾイドの探索と封印。旅の中で、緑は、ソーガと共に、様々な戦いを乗り越え、成長していく。戦いの中に暮らすことに飽いた忍者たちが作った隠れ里。その存在はほとんど知られていないが、移り住んだ者たちの中には、巧妙な武芸者や王の側近もいたため、時折、都からの使いが訪れることもある。また、村へ至る道は、陰りの谷からのみ通じており、行き先を知る者でなければ通れないほどの細い道が通っている。伝説の丹野氏、正国の名を受け継ぐ者を中心として構成された村。中都の都で行われる神事において、神に捧げる武具の鍛錬を任されている。外谷と竹の山頂付近にある研究所。ブロックスコアの研究を行っている、千海氏が住んでいる。研究中のゾイド暴走による被害を防ぐため、村から離れた山頂付近に伊予が編まれたらしい。中都の隣国。各国がバラッツ、以上のブロックスゾイドを扱う技術を持たない中、唯一複数のブロックスゾイドを保有している国。第一王女、ソナの上記であるセイントゲールが、国の象徴的な機体でもある。各種の商材が集まる中都有数の商業都市。3日3晩通して開催される、陽明際という催しが有名で、開催時期は国中からの観光客で賑わいを見せる。ボレガードが年老いたゾイドたちを集め、新しい命を生み出すことを生業としている牧場。中都では例を見ない施設である。この物語の中心となる国。首都は中都。番外編に登場する海の義賊で、ホエールクイーンを母艦に野生ゾイドを捕獲し、売りさばいている。ありがとうございます。